ジャブ、ダン、フッキー、ダン、ジャブ、ワンステップ、ダン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 、ツーボディ、ダン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 、ナイス、もう一回、ダン、ナイス、今見てもらって分かるんですけど、ミットやったらみんな打てるんですよ、どのボディでも。あ、ボディなんですけど、今回のテーマはワンツーボディも、ワンツーアッパーボディとかも打てると思うんですけど、打てへん人って結構いると思うんですけど、その理由って、このボディを打ちにボディを打つことを集中すぎて、それ以前の過程を忘れてて、ボディっていっちゃ難しいパンチで、ボディーブローって入って、溜めて、打つって作業なんで、一番溜めが長いし、一番近いパンチなんで当たりにくいんですけど、これ当てようと思ったら、まず丁寧に最初は構えて、ジャブとか打っといて、ジャブジャブジャブ打っといて、それでワンツー打って、ワン当たりました、ワンツー当たって、あれ下がりました時にワンツーフックツーとか打っといて、ボディとかって感じで、基本的には僕思うのは、基本はパンチをヒットさせてから相手を下がらして、そこからまとめてボディを狙うっていうのが基本やと思うんですけど、これができる人が多くて、いきなりこっからツーボディとか、いきなりじゃあボディとか打ってもやっぱり分かっちゃうんですよ相手って。なんで相手にツーを当てといて、下がらしたら相手を下がってるんで、後手になっていくんで相手を、ってなったらボディも当たりやすくなって、ボディからのアッパーとかそういう連打からも相手を倒せれることができるかもしれません。言うたらあれな、詰めるまではもうボディは打たずに丁寧に。そうですね、はい。じゃあそれを実際にグローブつけてもらってちょっと見せてください。あ、わかりました。お願いします。お願いします。オッケー。ほんでちょっと言うて、はい、っていう感じで、最初はまっすぐ系のパンチで詰めていって、相手ふかしてから、そこから、ボディに持っていくっていうのが僕の基本的なボディの打ち方だと思ってるんで、ぜひ皆さん試してください。ありがとうございました。